はい、どうもこんにちは、ジェット大輔です。久しぶりの投稿になりますね。予告なしに1ヶ月ぐらいほとんど投稿しなかったんですけどもね、以前より動いていた案件については、2本ほど動画アップしましたけどもね、今日本当に久しぶりの1ヶ月ぶりくらいの動画投稿になります。今日のネタはこちら、じゃーん、リコ GR3。 その前にですね、家庭の事情とかね、僕の体調とかね、いろいろあってね、思うところとかいろいろあってね、ちょっと動画投稿止まってましたけどもね、ネタが溜まりすぎちゃって、別に遊んでたわけではないんですよ。ネタが溜まりすぎちゃって、もう真面目にね、写真とかいろいろ撮りに行っててね、まとめるのも大変でね、ネタが溜まりすぎちゃってるんでね、出していかなきゃいけないということでね、そろそろね、本格的に出していこうかなと思っておりますんでね、またよろしくお願いします。ただね、もういろんな事情によりね、のぴきならない時はね、動画投稿できないこともあるとは思うんでね、そういった時は多めに見ていただければなと。はい、こちらがリコーの GR3 でございます。私ね、あんまりリコーの GR っていうのはね、ご縁がなかったというかね、周りではすごくたくさん使ってらっしゃる方がいらしたんですけども、話を聞くにつれ、自分じゃ使わないタイプのカメラだなぁとは思ってはいたんですよね。非常にコンパクトです。で、28mm 相当の単焦点レンズということでね、よく皆さんおっしゃるのが、 iPhone とかのね、スマホと同じ感覚で撮れると。こちら電源のオンオフボタンがありますんで、ポチッと押します。はい、見た、今のもう一回やろうか。はい、ピュッ、ポチッと、はい、これだけ飛び出しますね。レンズがピュッと飛び出します。起動早いですね。もう一回やりましょうか。押しますよ、ポチッ、もう撮れる状態ですよ。今白黒の画面になっておりますけども、ここポチッと、後ろ側ダイヤルがあるんですよね。ダイヤルじゃないね、レバーだね。ダイヤルだったらくるくるくるだけど、これはレバーです。カシッ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 と、レバーですね。ダイヤルのような丸い形をしておりますが、レバーとして動作するものですね。これで、今露出補正を割り当てておりますが、さらに押し込むことができるわけですね。ポチッとボタンとして押し込むことができる。で、今何が出てきたかっていうと、横移動するとね、いろんなメニューがあるわけですけども、まずイメージコントロール、それからフォーカスのエリアを選択したりとかね、速攻モードを選択したりとかあるんですが、イメージコントロールというのは、ね、要はね、色ですね。これ、スタンダードな色です。それからビビッド、それからブラック&ホワイト、モノトーンですね。ソフトモノトーン、ハードモノトーン、ハイコントラストモノトーンです、白黒、ポジフィルム調、それからブリーチバイパス、そしてレトロと、それからHDR 調、 HDR ではなくて HDR 調となっておりますね。そういったものが選べるわけです。個人的にはね、一番好きなのはね、ハイコントラストの白黒ですね。ハイコントラストの白黒の持ち味はね、すごくいいですね。後でお見せしますね、それもね。はい、それじゃあね、製品の底面の方から見ていきたいなと思いますけどもね、底面の方、三脚の穴がございますけども、レンズの後軸に沿った形ではなくて、ちょっとずれたところに三脚の穴がありますね。あまり三脚を使うようなイメージはないんですけどもね、このカメラ、どちらかといえばね、手で持ってスナップするという感じのカメラではないかなと思います。じゃあ蓋をオープンしました。蓋をオープンしまして、こちらバッテリーの方が入っておりますね。いいよっとバッテリー、はい、小さなバッテリーでございます。あまり持たない印象ですね。あまり電池の持ちは良くない印象ですね。で、普通の SD カードがこちらにピュッと収まるようになっております。ただ SD カードは使わなくても、本体自体に 2MB のメモリが入ってるそうですね。これがまた面白いんですよ。ちょっと、じゃあ SD カードをね、抜いてみましょう。SD カード抜きましたよ。ね。SD カード抜きまして、起動しますよ。はい、起動しました。で、ここにね、再生ボタンがある。
この再生ボタンを押すと、まあ、撮った写真が再生されますわな。撮った写真が再生されます。これだけの数の写真が撮れております。今ね、ロープラス JPEG、ローデータと JPEG 合わせてで47枚、まあ動画も数十秒入っておりますけどもね、47枚撮れております。大きさによってまちまちにはなってくると思うんですよね。動画のサイズとかも秒数とかも関係しますしね、一概に何枚撮れますとは言えないんですけども、24枚撮りフィルム2つ分みたいな、そんな感じでいくとね、面白い縛りがあっていいかもしれないよね。そういう遊び方いいなとは思いますよ。僕もねこれ撮りながらね、実はね SD カード入れずに出かけたんですけど、こういった作例写真を撮りながらね、やっぱりね作例に向いてないなってものからね消していくんですよ、ね、消しながら消しながら、そして撮って撮ってと 2GB のメモリの中で収めるという、そういう遊びはねちょっとねフィルムライクで面白いなという気はしました。まあ、最近のデジカメでは当たり前になってきてるんですけども、こちらの方に USB Type-C の端子がございます。 USB Type-C の端子で充電することができます。もちろんねパソコンと接続もできるんですが、この USB で充電もできてしまうと、それはねすごくありがたいですね。そして、まあ、その他にもねこれ大変小さなカメラなんですが、まずねこれシャッターボタンでしょ。でこれモードダイヤルなんですが、モードダイヤルに関してはこのポッチ押しながら回す形です。押し回しする形ですね。押してないと動きません。はい、これ非常に小さいカメラですからね、握った時にうっかりこう回さないように押しながら回すという操作になってるんですね。考えられてますね。僕は GR 初めて触ったから、まあ、あまりよく知らないんだけども、まあ、よく考えられてるカメラだなと。ここにストラップホールがあります。こちら前ダイヤルがありますね。人差し指側のダイヤル。これによってメインのバリューを変えます。例えば今、AV モードになってるんで、AV の時は、絞りですね。絞りはですね、F2.8 から F16 までとなっております。さて、シャッタースピード見てみましょうかね、じゃあね。シャッタースピードの方はどうなのかな？シャッタースピードは、一番遅いのが30。シャッタースピード30秒から、どこまで行くかな、これな。シャッタースピードが4000分の1秒までですね。動画モード切り替えたりしなくてもね、ここを押すだけです。ここポチッと押すと動画モードに切り替わってます。でシャッターボタンで動画が撮影できてしまうんですね。ポチッとするともう動画が録画がスタートされます。でまたねここのボタンをポチッとすると、写真のモードに切り替わります。はい、ご覧ください。 ND フィルターオンオフっていうね、ND フィルター内蔵してるんですね。こっち、これもくるくるいきますね。これもダイヤルですね。あとね、ISO 感度とか、ドライブモード、ホワイトバランスなんていうね、主要な操作ができるようになっておりますし、このチューリップのマーク見えますかな？チューリップのマーク。これチューリップのマークポチッとやると、マクロ撮影もできるんですね。マクロ撮影。はい。そしてこちらにね、ファンクションボタンがございます。ファンクションボタン何かっていうと、ポチッとやると画角をね、変えることができるんです。こちらのレンズが 28mm 相当ではあるんですが、ポチッとファンクションボタン1回押すと 35mm 相当、そしてもう1回押すと 50mm 相当でクロップして撮影することができると。これですね、ローでもクロップされた状態で記録されております。液晶画面に関してはですね、表示とかに関してはね、僕は申し分ないなとは思ったんですけども、何分ね、ファインダーがございません、これ。ファインダーがないカメラで液晶画面で見るということで、昼間、屋外でもね、見やすいようにアウトドアモニターというね、機能というか調整がね、すぐできるようになっております。5段階ですね。プラス2からマイナス2までの5段階で、明るさをすぐ調整できるようになっております。こちらのレバーですね、こちらのレバーによってできるようになっております。で
液晶はですね、フリップ液晶とかね、バリアングル液晶とかね、動くようなものではありません。液晶は固定式です。ただですね、まあ液晶の話ついでに言っときますけども、このアクセサリー集のところに、オプションで光学式のファインダーはつけることができるようですね。オプションで言いますとですね、こちらにリングがありまして、パカッと取れるんですけども、ここにワイコン、いわゆる広角コンバージョンレンズですね、それを別売りのオプションをつけることもできるそうです。はい、それではね、撮影してきた作例写真をご覧いただきましょうかね。まずはこれ縦で撮ったんですが、これ確か 28mm じゃないな、もっと、クロップしてたな、 50mm かもしんない。風景なんか撮ってもね、非常に影になってる部分もね、割と明るく、まあいいんじゃないかなという感じですね。本当にスナップ撮るのには向いてるカメラでね、自撮りはね、手伸ばせばね、これ 28mm 相当だからね、残念ながら液晶はこっち向かないので、液晶は固定式なので画面を見ることはできませんが、まあ、自撮りは簡単に、顔は入ります。動画ももちろん撮ることができるんですが、まあ、手ぶれの具合とかご覧ください。まあ、こんな感じですわ。もう一個動画ご覧いただきますが、これも歩いてるとこなんですが、手ぶれなんかはこんな感じでございますね。まあ、これ普通にスタンダードか何かで撮ったと思うんですけども、どうですか？この真っ白い花びら、真っ白い花びらの階調とかね、ね。背景も真っ白なんですけども、いかがですかね。綺麗に描き出すカメラじゃないかなと思いますね。で、クロップできると申しましたが、こちらが 28mm 相当で撮影ですね。そして、35mm 相当だとこうなります。はい。そして 50mm 相当にクロップした状態がこちらでございます。ずいぶん大きくなりましたね。でさらにですね、マクロモードで 28mm ですね。こちらはもっと寄れましたね。マクロモードで 35mm もっと寄れますね。ずいぶん来ましたね。それからマクロモードで 50mm 相当クロップと、いやもうなんかもうエロティシズムみたいな感じでね、鼻のしべが取れてしまうって、いやいいカメラじゃないですかこれ。で春ということでね、お花がたくさん咲いてたんでね、花をねいろいろとスナップしてまいりました。こちらの花はですね F2.8 で開放で撮影いたしました。開放ですよ。開放で撮影したんだけども、ぐっと F8 まで、まあスナップでよく使いますね、 F8 ぐらいの絞りはね、 F8 までぐっと絞ると被写界深度がぐっと深まって、まあスナップだとこっちの方が見やすいかな。うん、被写界深度浅い方がまあ雰囲気は出るけどもね、ぐっと絞るとまあ見やすい絵にはなるかなという感じですね。それからね、ハイコントラストの、ね、ハイコントラストのモノクロで、これ黄色いお花を撮ったんですけどもね、なかなか衝撃的ですよね。背景が真っ黒になっちゃってね、ハイコントラストになってるからね、背景が真っ黒っていうのはまた渋いですよね。これローで見るとこうですよ。ローデータはちゃんと色残してますね、いい色で。ちなみにローデータは DNG です。Adobe のデジタルネガティブです。ということで、非常に扱いやすいですね。そして、こちら動画なんですけども、動画でもモノクロ、白黒撮影ができます。で、これね、わざと、なんていうんですか、ぼかしてる、ピンボケにさしてるんですけどもね、玉ボケの具合もね、悪くないかなという感じはしますよね。でそしてこの今の玉ボケにピントを合わせるとこれだったんですね。桜の花びらが水に浮かんでたと。ね、桜の花びらが水に浮かんでる様をね、池への反射も、水面の反射も含めて撮影したと。実に春らしい光景ですよね。
で、これなんでハイコントラストのモノクロにしているかっていうと、こうした方が綺麗だからですね。これね、カラーで撮るとね、なんでもないのよ。カラーで撮ったってしょうがねえじゃん。これもむしろ逆になんか池が汚えなとか、そういう感じですよね。花びらが傷んでるなとかね。これをモノクロできっつい感じで撮るから、これね、あーってなるわけですよね。カラーだと、え？え？っていう感じになるわけですね。こちらもですね、カラーで撮ってると何でもないんですよ。ね、カラーで撮ってるとあんまり面白みって伝わんないんだけど、ハイコントラストのモノクロだからこういうね、光と影の面白みっていうのがね、出てくるわけですよね。いやー、いいな、いい、このカメラすごくいいな。で、これね、桜吹雪が舞い散るところですけどもね、ちょっと撮り始めるのが遅かったんでね、あんまり桜吹雪も撮れてないんですけどもね、あのモノクロだとこういう風に撮れます。まあ桜吹雪もね、カラーじゃなくてモノクロの方が映えるんだよね。まああのね、自然のものだけではなくてね、ビルとかね、街並みなんかもね、スナップでは欠かせない、被写体となっておりますけども、28ミリ相当、それから35ミリ相当、そして50ミリ相当と。まあ、いろんな形でね、スナップできるなというのはお分かりいただけるかと思います。そして、こちらでもハイコントラストのね、ブラック&ホワイト、モノクローム、圧倒的にこの人工物を理解できる気がしますよね。圧倒的ですよね。これ桜撮ってみたんですけど、やっぱり桜だとね、いくらハイコントラストのモノクロでもね、やっぱり柔らかいものは柔らかくなんですよね。それがなんかこう人工物が入ってくることで圧倒的に勝利した感じ、そして圧倒的に理解できた感じにはなると思うんですよ。例えば橋桁橋脚なんかもそうですよね。これこういう巨大構造物と、後ろにあるビルディングなんかもね、こういう圧倒的理解度だと思うんですよね。圧倒的解像度ではないんですよ。圧倒的理解度っていう言い方がで、僕はこれでしっくりくるなという気がするんですけどもね。まあ川なんかもそうですよね。護岸がもうもはや人工物ですし、今撮りました、下から撮ってました、橋がこれですね。こういったものをハイコントラストのモノクロで GR で撮るということがね、なんかすごく楽しかったんですよね。これなんか電線伸びてるだけなんですよ。電線ピューって伸びてるだけなんですけど、こういう直線人工物、まあいかにも人工物ですよね、直線っていうのはね、それをね綺麗に出すよなっていう気がするんですよね。これも直線線路ですね。線路ハイコントラストに、僕はねここの場所で線路をパッと撮ってね、これまでで一番気に入ってるかなという感じがしますね。まあちょっと白飛びしてる感じもありますけどもね、後ろの桜の方が白飛びしてる感じもありますけどもね、そんなものは別にいいんですよ。これも何でもないビルなんですけどもね、逆にっていう言い方になりますけどもね、電線とかごちゃごちゃしたもの入れたくなる、こういうごっちゃごちゃで撮ってね、面白いんですよこのカメラ。これもそうですね。普通だったらね、この電線がすごくブサイクだから避けたいなとか思うんですけども、電線を積極的にコンポジションの中に取り入れていくっていうね、もうこれなんかもね、あのこのビルの前に被ってる電線が被ってるから嫌だなっていうね考え方もできるんだけど、この三角形と四角形を混ぜ合わせたようなこの電線の折り重なり、これがね非常にコンポジションとして面白いんじゃないかなと、そういうものが見えてくるカメラですねこの GR3 っていうのはね。これもね、アパートとなんかビニールハウスみたいなね、そういったものを立ち並んでるだけなんですけどもね、これがなんか不思議な芋虫の上になんか人工の構造体が乗っかったようなね、そんなものに見えてきてね、このカメラ物の見方を変えてくれる感じだなという気がしましたね。
はい、それじゃあね、SD カードをね、入れてみましょう。さっき出しました SD カードをピュッと入れます。そしてもう一回電源投入しますけどもね。まあ、そうすると SD カードに記録した写真が見れるようになるんですけどもね。まずこれが踏切をね、パチッと撮った写真なんですけどもね、夜のスナップ、まあハイコントラストのモノクロなんでね、いろいろディテールはなくなってる部分はあるんですけどもね、こういうのかっこいいですよね。電車が通ったりしてね。でちょっとね、嫁さんと一緒に出かけたんでね、嫁さんの顔撮ってみたんですけども、これね、顔に AF が働くんですよね。まあ今時のカメラだったら当たり前なのかもしれないけどもね、夜非常に薄暗い照明の下でも、嫁さんの顔をちゃんとね追っかけてくれてはいたので、まあ大したもんだなという感じがしました。まあ、こういったコンパクトカメラでね、夜分バシバシ撮影するような方ってあんまりいないかもしれないんですけどもね、こういった桜に光が当たってたんで、これは何の木かな、緑色は杉の木かなんかなのかな、緑色の木と桜のね白い木とね、これを何て言うんですか、この並びは龍虎図、龍と虎のね、龍虎図に見立てて撮ると面白いなと思ってね、こういう形で撮影してみました。こちらもね、お花見ついでのスナップ写真なんですけども、街灯と、桜の枝ですね、こういった感じで、ちょっとモノトーン見たいだけども、これちゃんとカラー写真ですね、これは面白い写りをしたなと思います。面白い建物なんかあるとね、パシャッと撮りたくなりますけどもね、そういったものをビルディングなんかをねパッと撮ってみました。これ夜ですよ。まあ明るいビルディングではあるんですけども、夜です、ちゃんとこういったものが撮れますね。そしてこれは嫁さんとね、パフェを食べてた時のね、パフェの入れ物とね、頭の上の電球がですね、ちょうどなんかこうするような呼び合ってるような感じがしたんでまあなんか意地悪な写真ではあるんですけどもね、こんな感じでスナップしてみました。もちろんね、顔認識の AF は働いております。はい、以上のような感じでね、作例をお見せしながらお話しいたしましたけども、もう一つスナップ用のカメラということであればですね、スナップ撮影距離、このスナップ撮影距離っていうのがありましてですね、1メートル、1.5 メートル、2メートルとかね、いろいろあるんですけども、5メートル無限大とかね、2.5 メートルにピントが合います。どういうことかっていうと、このシャッターボタンをグッと押し込むんですね、撮れますね。普通だったらピントをグイ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 と半押ししますよ、ね、半押ししてピントをグイ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 とね、ピントを合わせてからカシャッといく感じなんですけども、そうじゃなくて、もうシャッターボタンをグッと押し込めば、例えばこの距離なんて合焦するわけないじゃないですか、この距離絶対合焦しないんですけども、押し込めば撮れる、押し込めば撮れる、押し込めば撮れるんですよ。何かっていうと、スピードですね。今だっていう速射性、今だカシャ、そのためにですね、距離ね、距離をあらかじめ決めておくと、有名なアンリ・カルティ・ブレソンなんかは5メートルに据えてたという話がありますね。なんか意識高いスナップカメラだなという気はしております。まあ、ポケットに入っちゃうぐらいの大きさなんでね、これね、すごく僕はね、この性能でこのサイズ感だとすごい欲しいなって思いましたね。ライカ Q2 ユーザーですけどもね、これはおいおいおい、コストパフォーマンス高えなってそういう感じがしました。ということで、リコーの GR3 でございました。大変良いカメラだと思いますよ。